おはようございます。もう9月になっちゃいましたね。本当に早い。そう、もうね、9月になりまして、昨日ね、生誕グッズのデザインがもうカチッと決まりました。もうあとは作っていただくだけになりましたよ。はい、先月作って出して、こうなんか作った後こんな感じになりますよって来るんですよ。でそれでなんか直したいところがあれば、こうなんかもう一回言って戻して直してもらってみたいな感じなんですけど、もう直しも終わって完成しました。のでね、もう9月のあれいつだろうね、10月の生誕の人が先週の土曜日とかに発売してたかな、から、まあ、今月の3週目とかにね、多分発売になると思うので、早いですね。もうなんか自分の生誕グッズかって感じなんですけど、無事にできましたので楽しみに。いや、あのね、タオルのデザインはこれもう言っていいのかって感じなんですけど、タオルのデザインはずっと20歳の誕生日の生誕、20歳の生誕グッズのタオルはこういうのにしようってもう決めてたから、もうスッと決まったんですけど、あの T シャツがマジで決まんなくってT シャツがね、すごい悩んだ。まず色から悩んだし、そう、色ね、18歳からまあ生誕グッズ作らせていただいてて、18歳紫 で19歳になるタイミングで、あの19歳の生誕グッズはどうしようかなと思ってて、その同じ紫で続けるか別の色にするかで迷ったんですよ。で19歳で紫にしたら今後紫になるだろうなって感じだし、その毎年毎年色を変えるなら19歳だなって思ってたんですよ。でまあ19歳は結局紫にしたので、あ、このまま紫でいくのかなって感じなんですけど、でもあの20歳のタイミングで逆に20歳だけ色を変えるもありだなみたいになってなんかもう結局ね、そのなんか毎年そのまず生誕 T シャツと色から迷うっていう、まあ結局今年の20歳の生誕グッズの T シャツの色は何色になったのかはまあお楽しみにしていただいてですね、はい、それはちょっとまあ楽しみにしててほしいんですけど、でまあ T シャツの色を決めて、やっと決めて、次にデザインに入ったんですけど、 T シャツのデザインね、最初まあいろいろ考えて、なんか前話したなんかさ、記念日を入れるとかなんかいろいろ迷ったんですけど、なんか一つこう、まあ、書いたものがあったんですけど、だんだん書いてて、なんかこれ全然二十歳って感じしないわ。なんか二十歳だったらすごい記念になるようなものにしたくって、なんか書いてて、だんだんなんかこれあんま二十歳って感じしないなって思ってボツにしたんですよ。でそれでまた別の案を考えて提出したら、ちょっとこれはできなくってって帰ってきちゃって帰ってきちゃって、結局もう一回デザインし直して3回ぐらいやりましたね。やって、でももう無事にできたので楽しみにしててください。そう、20歳感あるデザインにしたかったんですね。実際20歳感があるかって言ったらまあ微妙ではあるけど微妙ではあるけど、まあ記念ではあるかなって感じなので、
今月末までいかなくな、今月中旬ぐらいから多分発売になると思うんですけど、もうさ最近のさ生誕グッズってさなんか受注になりましたよね。なんか今まで結構もう早いもん勝ちみたいなさ、あとは劇場で買えるかなぐらいだったんですけど、今年はねなんか受注で予約になってるから、たくさんの方にねこう手に取っていただけるのではないかと思っておりますね。やっぱりさ今までもさその生誕グッズ買えなかったみたいなの結構いっぱいあったから、そういう意味ではねその、まあ、二十歳の記念だってちょっとあの気合を入れて作ったので、たくさんの方にねその欲しいって思っていただいてる方みんなに届いたらいいなっていうふうにはすごい思う、うん、なんかね最近予約販売になってるから大丈夫なんじゃないかなと思うけど、というわけで楽しみにしててください。9月ね、でも9月に入ったけど予定されてるの なんだろう、そんな生誕グッズ発売されるの多分9月の中旬頃だろうし、あとはもう明日の研究生お披露目ぐらいしか今のところ何もなく決まってないのかな。9月って特にね何かあるかって言われたら今のところはなんかそんなしっかり決まったものはない気がするけど研究生お披露目はねいよいよ研究生のお披露目から2周年いよいよ明日になりますので、あ、おしゃべり会か、それや、そうだ、私トップバッター9月14日ですね。あ、もう2週間後ぐらいなんだ。そうだ、おしゃべり会か、確かにおしゃべり会2週間後、なんか長いと思ってたけど2週間後と聞くとあっという間な感じしますね。やっとおしゃべりできるねー、ほんとだね、すごい緊張になってきました、緊張になってきました、緊張してきましたねー、やっと話せるね、どんな感じなんだろうね。なんか私たちもまだリハーサルみたいなさ、なんか練習みたいなのしてないので全くわからないやり方とかね、ファンの皆さんもさ多分まだあのこれをこうしてくださいとかなんかこれでやってくださいみたいなさやり方の説明みたいなのね来てないと思うから不安だと思うんですけど、私自身も何も説明を受けてないので不安です私もなんかでもスタッフさん方はすごい毎回っておかしいかなんか結構準備をしてくださってて、そうそうそう、もうねそのおしゃべり会に向けてすごく今頑張ってくださってるので、まあ、もう少しね、まあ、あと2週間で始まるんですけど、まあ、もう少し今頑張ってくださってるのできっと今頑張ってくださってるからその14日、2週間後は安全にしっかりとできると思うので、うん、もう少しねお待ちください、はいもう少しお待ちくださいねえ。でも本当になんかドキドキする、ずっともう喋ってないからね、うん、そう今ねいろいろ調整してくださってるので、いやでもさ本当に私も一番最初だしファンの皆さんも私とお話ねしてくださる方は本当に皆さんも初めてになるからだってさ
今ね AKB さんの方のシングルのね振り替えの握手会のやつがオンラインの方に振り替えになってるじゃないですか。でもさそれさえもさあの後なんだよね。なんか他のメンバーの始まるのは結構そっちの方が先だったりするんですけど、私はね自分のやつの方が先なんですよ。 NGT のそのシャベトピンクのおしゃべり会の方が先になるんですよね多分振り返しても。そう、あ違うか、みんなも一緒か、みんなも振り返よりも先なのかな NGT のやつの方が。どうなんだろう、ちょっとそこまでよく確認してないんですけど。だからねなんか難しいよねなんか AKB さんのさそのオンラインのやつでさこう毎回やってあこんな感じなんだなって踏まえた上でこう NGT のやつできたらねあれなんですけど、そう本当に完全に私は一番最初になっちゃうのでとても不安ですまあ不安がないように今スタッフさん方が頑張ってくださってるんですけど、そうね、あれちなみに皆さんそのまあ NGT のそのオンラインのおしゃべり会の方が先ではあるんですけど、ぜひね振り替えの方もあの AKB さんの方の握手券を持ってる方はぜひそちらもね振り替えていただければ、もっともっとオンラインのお話できるお話できる機会が増えるので、ぜひぜひそちらも振り替えてください。そうなんかあれだね、シャベトピンクのさおしゃべり会なんか結構握手会とかって割とね再販とかがさすごい多いイメージだけど、意外と少なかったかなって思います。シャベトピンクのはなんかね、なんかもっとさいっぱい再販あるのかなって思ったら2回ぐらいしかしなかったかな。なのでねぜひ振り替えの方もしてもっともっといっぱいお話ししましょう。なんかあれだよね、振り替えのさそのエントリーのさあれも一回そのまあ9月14日が一番最初なので、私は9月14日やってみてあこんな感じなんだって分かってさ、なんかあじゃあもうちょっとオンラインでもいいからお話してみたいなってこう分かってさ振り返りできればね一番いいけど、多分そこまでエントリー期間長くないから残念ながらね。だからもう本当にカーンっていうかとりあえず喋れたらいいやみたいな感じで振り返っていただければと思いますね。一回試してみてさあこんな感じでって分かったらね、じゃあもっと振り返しようとかできるけどね、すでに振り返のエントリーをしてくださったありがとうございます。ぜひぜひしてください。ねえどんな感じなんだろうね。でもさ私普段メンバーとねテレビ電話とかもしないから全然なんかそういうの慣れてないんですよね。他のグループで練習してから、あいいですねそういうのもね、うん、ねえおしゃべりするの楽しみよ。
話すこといっぱいありすぎんだよな。なんか半年以上分の会話をさするって難しいよね。どんぐらい時間があるかとかもあれだし、うん、リングライト買わないと漏れるようにね、ぜひぜひ。どうしよう、私さリングライト使ってないんですけど私リングライト使ってないんですけど、いざやってみたらファンの皆さんの方がめっちゃ漏れてるとかあんのかな。やっぱリングライト漏れるよねみたいな、ごめん持ってないないね。どこから話し始めるかね、本当に何から話すって感じですよね。本当道具なんだろうね。でも絶対こうさスタンドっていうかはあった方がいいと思うよ、手持ちより。うん、なんだろう、スタンド3スタンド、こうどこかに立てかけられてもねそれでいいと思うけど、私はこれは三脚私は三脚を使ってる。そう、高さ変えられるからね。ズームでやった時は急遽洗濯バサミでさ、あーまあ確かにそれも全然ありだと思うそうだよね。でも今ズームとかねやってる方はね、こう自分が画面に映る結構、まあ、慣れたかもねこの期間で。うん、私のこの今使ってるスタンドはまあ見えないと思うんですけどこれはあのパパのビデオカメラの三脚だから、あのガチのやつ、めっちゃ伸びますこれはそうなの、100円ショップでもね全然売ってるからね。なんだろうね、でも話すことはいっぱいありすぎるから紙に書いても全然ありだと思う。見えないし見えないし全然大丈夫。あーそうだね、下からよりは上からの方が漏れるかもね角度ね、そうね、下に置くよりはまあ上目の方がいいかもしれません。カメラ立つか横か、あ確かにそれは知りたいかも、確かに。でもさ、あのなんかオンラインおしゃべり会の申し込みが始まった時、なんか私参考画像みたいなのをね作るために画像をなんか写真を撮って送ってくださいって言われたんですけどそれは縦って言われて縦でやったから縦なのかな。そう、私あれなんか寝ぼけてて それ言われた時なんかねお家でね寝てたんですよ、お昼寝しててなんかソファーでお昼寝してたらマネージャーさんからなんかピコーンって連絡が来て、そうなんかその時あのオンラインおしゃべり会っていうものが存在するって知らないから知らないから、なんかあのオンラインおしゃべり会の参考画像に使うために写真と動画を送ってくださいみたいなことを言われて、はて何かなみたいななんだそれはみたいなちょっと最初寝ぼけてて言ってる意味が分かんなかったし、いやオンラインおしゃべり会って何みたいになったからとりあえず言われた通り写真だけ送りましたそう、それはね縦でね撮ったからね、立
果てなんじゃないかなと思う。AKB の話から立ててさ、そうなんだね。じゃあ立てかもね。私立てて撮ったから。そう、とりあえず写真送った感じです。これで横だったらね、本当に本当にそうだね。ねえ、どうなるかな。でもそうだね、9月10月だから、そう考えるとね、やっとね皆さんとお話できるので、まあ充実した月になるといいな。9月は9月10月ね。そうか、そうなると、まあ平日、今回はね、普段の握手会だとほんと土日だけとかなんですけど、今回は平日もあったりするから、もう土日とかに関わらずね、そう考えると意外と、まあ、忙しくはないけど、それこそ本当に充実した。もうなんか今のところさ、他になんか予定って言ったら明日のお披露目ぐらいしか分かんないからって思ってたけど、結構ねスケジュール的に見たらね、おしゃべり会の予定が多く入ってるかな、後半ね。あるかねと思います。なんかでもあれだね、もうちょっとなんかいろいろあるといいなと思う。こう、なんだろう、まあオンラインおしゃべり会があるから、まあモチベ的にはあれなのかもしれないけど、やっぱりもうちょっとないろんなことができたね。え、そうそう、 AKB さんね、公演再開するもんね。ファンの方ね、入ってやるみたいなので、ねえ、 NGT はそのファンの皆さんをまあ入れる、そのまあ県内の方限定で公演するっていう話がまあ一回出てるからね、まあ、そこが再開できればまずは一番いいかなって感じですけど、うん。リリーベも延期したまま、そうだよね、そうだ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 。あれって9月の3日とかだったっけ、サントピアって本当は。そうだっけ、今月だったっけ、今週末、あ、そっか、5とかだったっけ。そうだよ、そうじゃん、5、6。いやもう全然、そう考えたら、そっか、9月の予定とかなくなっちゃってるのか。確かにサントピアさんね、やりたいですよね。ね、まあその公演はさ、県内の方限定みたいな感じだったけど、サントピアさんのね、県外の方も呼びますっていうのだったからね、すごい、でも行きたかったって言ってくださってる方がいらっしゃるのは嬉しいことですね。休み取ってしまってる、そうだよね、予定ね入れちゃってる方ねいらっしゃいますよね。ほんとそうだよ、確かに。まあそのサントピアさんのはね、まあ確かに今月の予定だったのがなくなっちゃったんですけど、その分何かまたいい報告だったり、ご飯の皆さんがまた楽しめるようなことがね、今月何かあればいいなって思うんですけど、うん、ね、サントピアさんのはどんな感じなんだろうね。でもなんか雪とかさ降り始めちゃうとさ、もう結構外厳しいよね雪が降る前にね、なんかでも冬になっても寒いしさ、
時期的には本当にこれぐらいの時期がちょうどいいからね、なるべく早く延期した分やりたいですよね。ね、さすがに寒いとね、雪降ったら県外から来てくださるのも大変だろうし、外でずっと寒い中やるのも大変だしね。ほんと11月はまあ結構もう寒いけど、まだ雪降ってないと思うからギリいける。ほんとでもそれぐらいにねやりたいですよね。ね、まあ直近では研究生のお披露目があるので9月は、まあそれもね DMM さんでのあのオンラインにはなるんですけど、明日です、明日です。まずはまあそちら楽しみにしていただいてですね、ぜひ見てください。結構面白いんじゃないかなって思います。今のところ計画してるけど、うん、面白いんじゃないかな思う。まあでもね、どうなるかはちょっとわかんないですけど、なんかまだリハーサルみたいなさ感じしてないのでわかんないですけど、まあ研究生なら楽しいかなって感じです。ね、本当だったらね、なんかバンダイのあのステージでもう一回同じセトリやるとかさ、なんかやりたいところですけど、ね、それはまあちょっと難しいので、でもなんかまあ2年間こう振り返ったりだとか楽しいんじゃないかなって思います。はい、なのでね、まあ、明日楽しみにしていただいて、はい、9月もね頑張りましょう。なんかいいことを、いいことたくさんまたねあるといいなと思います。楽しいこともまあもうあるわけだし、おしゃべり会だったりとかね、またいい月にし頑張りましょう。はい。というわけでそろそろ終わりにしたいと思います。今日は夜ちょっとやりたくって、まだ時間決めてないんですけど、夜やろうと思ってるので、はい、ぜひ見てください。それではありがとうございました。もうめっちゃ涼しくなりましたよね。急に9月になってすごい涼しくなったから、でもね、涼しいとはいえまだまだ熱中症だったりいろいろね気をつけていきましょう。それではいってらっしゃい、バイバーイ。